管理職ユニオン関西の中村です。またまた高橋洋一さんが、ウクライナの問題で岸田首相ですねを批判してありました。で、まあ、ウクライナの問題は、まあ、今戦争反対ということでですね、反戦運動としては国際的に非常に広がっている、これ自身はいいことやし、私も早く戦争を終結するためにね、国際線を盛り上げなあかんなというふうに思います。で、ウクライナの問題はそもそもものすごく難しい問題があってですね、歴史のこともあるし、まあ、いわゆるロシア革命起こる前からの問題もあるらしいです。でちょっと勉強してないで申し訳ない、そこは答えられないんですけど、まあ、ロシア革命に反対したウクライナ人っていうのはいるらしくてですね、それはスターリン時代に流刑されたりしてシベリアの方に、ね、行ったり、まあ、いろいろされてるっていう歴史もあります。で、あといわゆるソ連が崩壊した時ね、まあ、ドイツで言えばベルリンの壁が潰れたと、そういう経過の中でのいろいろ取引というか決定ではないかどうか分かりませんけど、取引みたいなのがあったというふうにも言われてます。で、まあ、今回起こってるのは、まあ、大きくは死んで死んでだ、ちょっと申し訳ない、すみません。ウクライナが要するに EU に加盟をしたいというふうに希望を出してやってるそうです。で、今停戦交渉っていうのをやられてますけども、ロシアの方が、プーチンさんの方が言ってるのは、いわゆるウクライナの軍事化をなくせと、まあ、日本が第二次世界大戦で負けた時全部武装解除されましたね。そういうような、要するに軍隊持つなということから EU には加盟するなということを大きなこととして言ってます。で、合わせて、今もすでに、併合してますして言ってますクリミア半島から一部の地域ね、それはもうロシア領として認めろと、まあ、いうようなことを今の停戦交渉の中で出てると。で、それに対して、ウクライナの方はいや、それはできないということで今頑張ってるようです。で、まあ、その辺がどうなるかっていうのはよく分かりませんけど、それに対して、昨日国連の決議がされたっていうふうになってますけど、その国連の決議が、まあ、どの程度力を及ぼしてですね、本当にすぐ停戦を無条件になるというにはならないと思います。まあ、その辺で、まあ、高橋洋一さんが日本がどう取るべきやっていうふうに言うとあるんですけども、それは欧米に従ってついていく以外ないんやというふうな言い方をさらりとされてます。私はもっと言う意味で言えば、日米の今安保の関係ありますね、まあ、アメリカの治外法権でになってるようなことですから、そういう意味で言えば要するに従う以外ないというより従わざるを得ないという、そっちの方が正しいんかなというふうには思います。ただ我々労働組合なりいろいろやってる立場から言うとね、まずは戦争反対ということと同時に、大きな意味で言えば、なんか核の問題もチェルノブイリのね、原発がいろいろ事故が起こって今かぶせてますね、いわゆるコンクリートで固めとるんですよ。で、漏れないようにしてまだひび割れしたらもう一回かぶせるという、そういう非常に長期の、ね、中で、原発の放射能漏れを薄めていって、自然もどれくらいかかるか分かりませんけど、そういう対応をしてるんです。その意味で言うと、話がね飛んで、高橋洋一さんはそこの問題で非核三原則の話が出て、で、話としては中国が要するに台湾なり尖閣諸島とか、まあ、そういうところに本格的に軍事した時の話をして、日本の非核三原則の話で岸田さんが要するに守ると、非核三原則守るいうのは、まあ、けしからんとは言うてありませんけど、検討するもよう言わへん人やという意味の批判をする。だから日本のある意味では核武装ではないですけど、非核三原則というのはいわゆる一番問題になっているのは、アメリカの原子力のいろんな艦、原子力で武装した艦隊ですね、
潜水艦も含めてあると思いますけど、それを持ち込むというふうにね、今までは言ってきたんですけども、それを検討するとかいうべきやのに、そのこともよう言わん人やと、検討するばっかり言うてる人がこの肝心な時に検討するよう言わへんという話にボンと飛んでるわけです。で、今のウクライナと今後中国がどうするかっていう話は即時的イコール的にね結びつく話ではないんで、それは日本今ウクライナの問題に関してはそう体制に影響ないわけです。日本がどうしようがという言い方したらそれは怒られるかもわからんですけどね、我々としては人々の立場で言えばね、やっぱり戦争を早く終結させるということと、今ロシアがある意味では侵略しているのは事実ですから、それに関して無条件で、要するに撤退するような働きかけをすべきは思います。で、ウクライナっていうのは今日の新聞ちらっと見たらね、今求めてるのは戦うのは自分たちで戦うって言ってあるらしいです。で、それに対して欧米はもうすでにいろいろ武器をねどんどんこう供給してるわけです。だから戦えるんですね、その意味で言えば。で、さらに向こうミサイル撃ってきてるから、それに対抗する地対空防空用のね対抗するようなミサイルをもっと高度な武器をくれというのを欧米に求めてるんです。こういう点あんまり皆さん関心持たないですけども、そういう意味合いで今欧米は戦争にある意味では加担してるし、経済制裁も一つのね戦争のある意味では要素ですから、そういう武器を供給するのも経済的な援助の一つであるし、経済の封鎖もねそれじゃなくてロシアに対して経済封鎖をするスイートとか言われてますけど、決済の問題だけではなくていろいろ交易関係を封鎖するっていうのは、そのロシアに対していろいろ制裁しているように見えますけど、我々人々にとってもですね必ず影響を受けます。そういう意味で今のウクライナ問題っていうのは一刻も早く戦争を終結させて、本当の意味でそれぞれ民族のね人々が私から言うと民族自決権っていうのは保障されるべきだと思いますから、そういうことをきちっとね本来国連が力を持ってやらなあかんのですけども、今国連ってのはご存知だと思いますけど、第一次第二次世界大戦ありましたね、日本が最終的には負けたんですけども、第二次世界大戦の戦勝国勝った国が常任理事国になってるんですね。そこは安全保障条約とかいうんであれば拒否権出せる、ロシアも入ってますしアメリカも入ってますし中国も入ってますしね、そういう意味合いで言えばあまりこう本当の意味で民族の自決を守るとか、あるいはそういう権利をね国際的に保障する機関足りえてないというふうにも思います。そういう意味で非常にでかい話からですね、日本のこう非核三原則の話高橋洋一さんが言うとあったからついつまみ食いしましたけども、そういう意味でウクライナ問題っていうのは本当の意味でロシアでも反戦運動を起こり出したっていう記事も載ってますから、やはりアメリカがベトナム行ったり悪さはいっぱいやりましたけどね、戦争を起こしている国アメリカが言えたもんじゃないと私は思いますけども、やっぱりそういう意味で戦争反対のね運動を巻き起こすというそういうことを、そういう国際世論で盛り上げて、やはり何らかの形で圧力がかかり、そして戦争が一刻も早く終結するというふうになるようにみんなでこう考えて行動していきたいというふうに思います。どうも勝手な話しまして申し訳ございません。ありがとうございました。